さあ始まりましたレッツトライフィッシング。今回は石黒サポートアングラーの三浦さんと一緒に釣りの楽しさを伝えていきたいと思います。はい、はい、加藤さん、はい、今日はなんか雰囲気のあるところに、ね、そうですね、はい、今日はですね、御殿場市を流れる鮎沢川に来てます。で3月にね解禁したい、もうまだそんなに日にちも経ってないタイミングでね、今日はこの渓流の、魚、ニジマスとかアマゴを狙っていきたいと思います、はい、あ、来た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 、ん、やったアマゴかな、アマゴです。やりました、めっちゃ綺麗だね、やっぱりめっちゃ綺麗ですね。このマークがね、赤い、ちょっと視点はそんなに強くは出てないんだけど、うっすら視点が見えて、はい、このアマゴの特徴であるね、パーマークっていう、はい、ペリウゴのね、マークというすごいいい引きをしましたよ。あ、そうですか、はい、おなんかブドウムシに変えたんですよ、うんうん、そしたらすぐ来ました。あ、ほんと、はい、負けてられないな最近激しい釣りばっかりしてきましたけど、すごい癒しの釣りですね。緑も綺麗だし、空気も綺麗だし、水のせせらぎもいい音だし、たまにはこういう釣りもいいですね。もう一回お、来た、よし、来た、さすが、よかった、バレるなよ、バレなよ、よしよし、よかった、よし、やったー、やったいや、なんとかなんとか釣ることができました。サイズは同じくらいですかね。そうですね、黒は多分自分がね100倍ぐらいです